こんにちは、こんばんは、いさむりです。今回は青空に届け私の歌声に行きたいと思います。制限クエストですね。一応初見ではあるんですけど、ツイッターでね、ダメをが出てくるっていうのは見たんで、ダメージウォールで行きたいと思います。でバイケンがいるから、バイケンがいいらしい、いいらしい。でこちらで行きたいと思います。運枠はいらないんだけど、あの直ドロだけだからね。だけどね、あのいなかったから一応こんな感じでございます。一応貴族生でね染めては見たんだけど、どうだろう、勝てる感じはしないけど、まあバイケンが頑張ってくれるんじゃないかな。ステージ的には初見なんで、なるほど、足があんのか、遅っ。え、バイケンって基本この人たちってスピードアップとか触れた最初の、あ、ランダか。え、待って、意外と硬くないこれ。ダメをね、あ、痛いね、痛いね。でこの子北条ね、北条意外と可愛いんだよね。オッケーオッケーオッケー。これね、HP が意外と高いかも。なんかネトロビッチ森山も意外と強いんじゃないかっていうのも見たんだけど、ここハート出てくるよね。君がクロスレーザーか。長くなりそうだ。あ、でもお前が硬いんだな、これ曲だから難易度的にはね高くはないと思うんだけど、ハイランドスカルドラゴンは究極だったっけ、あれは究極、究極か。でもこれが曲のみだから多分そんなにね難しくないと思うんだけど。え、待って、ま、え、あ、硬いというか4万しかダメージ与えられてないからか。でもね4できそうなんだよね。なんかよし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 、おお、バイケン強いバイケンいいね。キラーの乗る衝撃波か、衝撃波だけが強いのかな。オッケーオッケー、これバイケン強いね。え、嘘嘘でしょマジか、呼んでくるスタイルね。これまあ SS は貯められるっちゃ貯められるね。そっか、確かに。でもちゃんと雑魚倒せれば、あ、でもそっか、スピードアップくんがダメを出しちゃうから怖いっちゃ怖いのか、あの森山だとね。オッケーオッケー、こういうところもハマれる、ハマれないハマれない。お、いいね、ホライゾン意外といいね。マックス村井もね意外とホライゾン強いから、ヒカキンも意外と強いと、まあ、さん付けした方がいいのかどうかね迷っちゃう。まあ、これキャラクターだからね。んーと、これ横か、倒さないで倒してしまった。北条はスピードアップだったでしょ、でヒカキンが爆発、エウロパが多分ホーミングだね。オッケーオッケー。うん、バイケンここ入ろう。これも多分3ターンかで呼んでくるんですね。下がります。オッケーオッケーオッケー。でこれで倒せれば呼ばれないわけか。うおー微妙にはまったのか今のは。あ、わかった、これ白話スタイルか。直ドロしかしないから、今ので倒せばあれなんだ、直ドロするんだ多分。
わかんないけどね、わかんないけど。じゃあのハートを最終的に金貨にして、もうちょっと裏返ったけど、金貨にして突破できたらいいかな。なんかみんな硬いね。北条がね、意外と見た目嫌いじゃないんだよね、意外と。まあ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 、意外とね、意外と好き意外とね。よいしょ。北条がダメをオンリーだったよね。ちなみに先ほどあの育ってたんですけど、まあ、進化させてね。で頭の13がおそらく危ないと。おー、入れないか。うん、どうだろうね、あそこ狭いから入れないのかな。使っていきましょう。これ12ターンなんで。小田原、なんかかわいいいいね。で、バイケンの移動しそう。お、あ、なるほどね。いた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 。バイケン、おー、何、うわ、やっ、ハート取っとこう。いきましょう。マジか、危な。よし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 、攻撃力アップだから、うん、でも意外と痛いね。でもよしよしよし。でこの子が456で進化するんだよね。で一応小田原ちゃんは剣取っといて、よしよしよし。バイケンの SS がどれぐらい出るかかな。とりあえずこれで突破でできないか。お、できてないね。あ、でもいいや、ハート取って終わりにしましょう。よーし。まあ、いくら曲って言ってもやっぱり使ってるキャラがあるからさ、意外と緊張するね。あ、そっか、爆発じゃないんだ、スピードアップか。じゃあバー行きます。バーイ、本当にバーイしか言わないんだねおー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 、まあ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 、なか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 。しかも金貨だし、取らなくていい。あー、取っちゃうのね。まあ、でもこの子だから許す、可愛いから許すOK。バイケンはここで下に、よしよしよし、ナイスバイケン。これね、これがちょっと、うーん、これも初取りに行きたいね。取りに行きたいね。多分ね、大丈夫だと思うんだ。よしよしよし、怖えあー、マジか。お、ハートか。オッケー、じゃあハート取って、よーし。で、あの橋じゃねえわ、足のこう突破じゃなくて、撤退しちゃうんだね。とりあえずちょっとハート取りたくないから、これにして、で金波で取ろう。で、まあスピクリはまあ今回はしょうがないということで。でもスピクリでは出ないからね。うん、そっか。じゃあ火力要因だったらやっぱり森山さんは強いかもね。よしよしよし、バイケンいい子も。今のところバイケン超いいよね。
あとはどこに出てくるか。よし、でとりあえずまあそうだね、バイケンのあれを弱点に当てられたら SS 鍛えて、おお、ごっちゃごちゃしてる。よし、使いましょう。レーザーだもんな。レーザーでホーミングダウン。私の強大なる力、滅びの中で知るといいわ。オッケー、弱くない。バイ。バイ。ちょ、よし、よし。おお。これぐらいのね、いうことしかできないけど。やばい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 。あ、ブロックあるか。ハマって倒、あの雑魚倒れても全然いい結果。オッケーオッケー、誰か倒してよって言おうとしたけど、いや、これ雑魚倒した方がいいんじゃないかな。雑魚倒そう。雑魚倒して、オッケー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 。いや、これハートはこ、ハートはこ、とりあえず動く。いい、マジか。攻撃力アップ。耐える、絶対耐える。よしよしよし、怖え。バイケンかかってるぞ。無理だよこれ。吹っ飛ばしか。最近ね、これ結構なまってるんで。これぐらいにしよっか。いや、こうしとこう。あ、ゲージ、あー上行っちゃったし、しかも今パソコンがさ、充電 10% やっぱり刺してなかったか。ちょっと待って、危ない。ちょっといろんなね、焦りが重なっております。いよいよ、ちょっと待って、パソコン充電させなきゃダメだ。ちなみにあと3ターン。これ結構バイケンにかかってるよね。バイケンは横で行こうか。ここでね。よしよし、あー、よかった。SS がねすごかったけど、直ドロだよね。そうか、これでもいけるのか。でもエウロパのところはね、おね、なんか買いたいよね。一応ね、超重心差の時にあと1回単発で引いたらなんか出そうかなと思って、朝起きてこの間ね、で引いてクーフリンが出たんですよ。パッて引いてね。だからまあダメオじゃないけど、進化前でいるんでクーフリン今入れるのもありかもしれない。だけどまあ一応ね、このパーティーでもいけたので、うん、まあ、ちょっと悔しいのが、バイケンの SS ミス。あれちょっと痛かったね。まあ、なんで、まあ、あれはちょっとね、あれだったんだけど、あれだったんだけど、まあ、でもとりあえず、まあ、あんなパーティーでもね、勝ったので。でも自分が試してみたいのはね、森山がいるから、育ってはいないんだけど、森山がいるから、ちょっと森山のね、水属性キラー、M か。うん、進化したら M だと思うので、森山さんもね、使っていけたらいいのかなと思っております。で、今回は青空に届け私の歌声曲に挑戦してみました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。